アメリカメディアによりますと、16日、マスク氏がツイッター社の社員に送ったのは、別れ道というタイトルのメールです。メールには、ツイッターが成功するためには極端にならなければならない。これは長時間猛烈に働くことを意味するとあり、新しいツイッターの一員になりたいなら、送付したリンクのイエスをクリックしてほしいと求めたということです。期限は17日午後5時までで、 同意しない社員は給料3か月分の退職金を受け取ることになるとしています。